ウィキボヤージはボランティア機構者によって執筆されるウェブベースの自由な旅行ガイドで旅先、旅定の案内書である。名称の由来は文書の修正、過失をあらゆる利用者で可能にするインターネットベースのソフトウェアシステムウィキとフランス語で旅を意味する v o e t を組み合わせたものである。このプロジェクトの創始は2006年9月。 ドイツの社団法人ウィキボイアージュ協会によるもので、インターネットでの利用は2006年12月10日に可能になった。内容の著作権は、クリエイティブ・コモンズ、表示、継承ライセンスで許諾されており、商用利用も自由、オンライン・オフライン等も無償である。ただし、旅行会社等による広告の類は、この種の自由事業には有害であるため、排除される。 2012年半ば、ウィキトラベル英語版の管理者と活動中利用者の多くがウィキボヤージュ協会のもとへの再統合を模索した。時を同じくして、ウィキメディア財団が旅行ガイド提案を提起し、ウィキボヤージュはウィキメディア財団参加に入った。ロゴウィキボヤージュの歴史は2004年10月7日まで遡る。この日、後のウィキボヤージュの管理者、飛行者の多くが、 ウィキトラベルドイツ語版の制作を開始した。しかし、2006年4月20日、メディアと、電子商取引サイトを運営するインターネット、ブランズにより wikitravel.org のドメインが取得されたことによって、彼らは失望の淵に追い込まれた。その運営スタイルが、ドイツの管理者や機構者の不満に拍車をかけ、ウィキトラベル事業は分岐することになった。 その後半年をかけ、非 AD 社団法人ウィキボヤージュ協会が設立、登記された。今度は、サーバーのドメイン名も運営者も、自らの所有権の元に置く形が取られた。2006年12月10日、ウィキトラベル、ドイツ語版からのデータベースをもとに、新プロジェクトはいよいよ、オンラインに公開された。公開から7ヶ月後には、新規記事の割合は4割を占め、10ヶ月後には、 半数に達した。この時点では網羅性に抜けも見られたものの、エジプトやタイ、スイスといった旅先記事は存在し、予定トピックにはサイクリングなどもすでに掲載されていた。2007年12月10日にはイタリア語版を開始、他の言語版も含め、マルチメディアデータや利用者接続の統合も有効化されていた。この頃には報道に取り上げられることも多くなり、 特にスイスのラジオ局 DRS1 やチューリッヒのトガスアンツァイガーによって貧弱さも含め広く報じられプロジェクトは主にドイツとスイスの寄稿者によって支えられることとなる2012年ウィキトラベルの所有者であるインターネットブランズ社への不満からウィキトラベルの管理者とビューロクラットの多くがウィキトラベル英語版とウィキトラベルシェアドのウィキボヤージュへの移動を決断した同時に ウィキメディア財団下での旅行ガイドプロジェクトの新設が提案された。2012年8月2日には、ウィキトラベル全言語版とウィキトラベルシェアドの内容のフルデータベースダンプが作成された。このダンプデータは、ウィキボヤージュ英語版ほか、各言語版の設立時のデータとして活用される。移住に対する、ウィキメディアメタの積極的な提案と、ウィキボヤージュ理事会の合意を受け、 ウィキトラベルの移住とウィキボヤージュ英語版の設立を同時に行う計画がウィキボヤージュ利用者によって立案された。2012年8月23日にかけてウィキメディア財団による旅行ガイドプロジェクトの新設の是非を問うコメント依頼がウィキメディアメタのウェブサイトで行われ、結果は賛成540票、反対152票であった。 ウィキメディア財団の理事会がプロジェクトを承認し、次第、ウィキボヤージュは、ウィキメディア財団の管理下に置かれ、ウィキボヤージュシェアドの内容は、ウィキメディアコモンズに統合された。ウィキトラベル、日本語版のユーザーたちは前日の動きに、同調しなかった。2012年11月28日ウィキメディア、インキュベーターにおいて仮運用が始まり、2020年8月27日に、正式に、 ウィキボヤージュ、日本語版の運用が開始された。ウィキメディア財団の参加に入った時点では、ドイツ語、イタリア語、英語、フランス語、オランダ語、ロシア語、スウェーデン語の7カ国語版があった。2013年1月にポルトガル語版と、スペイン語版が、同年3月にポーランド語版と、ルーマニア語版が、4月にヘブライ語とウクライナ語版が、5月にギリシア語版が、 8月にベトナム語版が2014年1月に中国語版がそれぞれ始まった。寄稿しない利用者でも登録することなくインターネット上で利用できるようにするためウィキボヤージはウィキペディアと同じ自由なソフトウェアミディウィッキーを使用している。記事品質の保証はウィキペディアと同様に利用者相互の管理を通じて確保される。 ウィキペディアと同じソフトウェアを使用することで、ウィキボヤージュの書き根を幾分低くする用意とされている。ウィキボヤージュは GNU フリーブン処理用許諾契約書ではなく、クリエイティブコモンズ、表示、継承ライセンスを採用している。これは法的な観点において、印刷版の作成を容易にしている。一方、画像などのメディアファイルは、パブリックドメインや様々なライセンスで許諾されている。 ウィキボヤージュの情報は、百科事典に見られるものより一層構造化された方式で配置されている。あるトピックに関連する記事は、ミディウウィッキーソフトウェアのカテゴリー機能によってまとめられ、記事間の地理的な関係は、いわゆるパンクズリストによって示される。また、名前空間によってトピックを分けて所蔵しており、例えば標準名前空間には地理的な階層構造の下に、 旅先記事を所集している。重要な名前空間としては他にトラベル、トピックス名前空間とトラベルニュース名前空間があり、旅先記事とトピックの関連性を強めている。内容のデザインの決定は協会によってではなく、飛行者の共同体の合意によって決定されており、言語版によって大きく、デザインが異なる。ウィキボヤージュのミラー配信ほか近代的な、 メディア手法による販布は合法であり、歓迎される。したがって、ウィキボヤージは、毎週のペースで最新のアーカイブを提供している。このアーカイブが含まれるファイルには、作者の帰属等、ライセンス要件を法的に満たすために必要な、全情報が添付して提供されている。画像の作者に言及するプログラムに関する、技術的な拡張機能は準備中である。 クリエイティブコモンズ表示から継承ライセンスのもとで提供されているのはライセンス条項の全文を添付する義務をなくし作者に言及するだけで反布できるようにすることを意図されてのものである。ありがとうございます。